続いてはラッコさん。ウインナーの3分の1あたりを斜めにスライスします。続いてこの尻尾に切れ込みを入れます。体は上3分の1を切り、それを半分にして手を作ります。尻尾、体、頭、手の順に留めます。人参で作った貝をお腹に乗せればラッコさんの出来上がり。